幕張。幕張は千葉県千葉市花見川区と三浜区にまたがる広域地名。大まかには古くから幕張と呼ばれていた花見川区側の地域と1960年代以降に埋め立てにより造成された三浜区の地域に分かれる。花見川区幕張地域は内陸側にあり JR 総武線、京成電鉄千葉線沿線である。三浜区幕張地域は 海浜側にある埋め立て地で JR 京葉線沿線である。これらの地域の地市はおおよそ以下の通りである。奈良市の市から千葉市西部にかけての東京湾沿い一帯は下宇佐大地が海岸沿いまで迫って海色崖を形成し、江戸時代には大地を刻む昇華線の過酷ごとに村落が形成されていた。こうした形態の村落を 西から上げていくと、現在の奈良市の,市の区域には、八津村、久田村、菊田川、佐欺沼村,村、千葉市に入って、幕張村、浜田川、ケミ川村、花見川、稲毛村、黒砂村である。この一帯の西側は、船橋市中心街を形成する、海老川河口定地帯の、東側は、千葉市中心街を形成する宮古川川口定地の、 それぞれ中規模の中積平野によって区切られる。花見川区幕張地域は、浜田川の河国を中心とした幕張村が、上流の竹士村、天、戸村、長作村、みもみ村と合併して成立した幕張村に由来する。この幕張村は、浜田川河国の定地で水田を、周辺の大地で畑作を営んでいたが、特に浜田川と東側の花見川の、 両河川の河口の間は砂丘が広がり、かつてはここが良質の人参産地となっており、幕張人参のブランドで知られた。今では浜田川西岸の大地上にも、東岸の砂丘上にも、畑はわずかしか残っていないが、土の色を見ると、西岸の幕張本郷駅近くの畑は、関東ローム総特有の石活を、東岸の幕張駅近くの畑は、 白っぽい砂の色をしており、両者の畑の性格が異なることを知ることができる。1960年代から1970年代にかけて東京湾沿いの埋め立てが進んだが、浜田川を中心に、西は千葉市と奈良市の市との境界から、東は花見川に至る範囲が幕張埋め立て地と名付けられた。ここが現在の三浜区幕張地域である。 JR 総武線の幕張本郷駅は、浜田川下国の低地のすぐ西に迫る大地の上に、幕張駅は東側の砂丘の上に位置している。京成幕張駅の南側の砂丘の頂上には、青木紺陽を祀る紺陽神社があり、地元民からは、神様、芋が、三様と呼ばれて親しまれている。 総武線と京成線の重なる開かずの踏切による交通難の解消のための駅前の再開発で一旦移転したが、後に元の位置に戻った。もともとは下佐国千葉郡の西側一帯を指して幕張り、もしくは幕張りといったようである。千葉市の隣の奈良市の市がこの形になったのは1954年であるが、この時八千代市や船橋市の 奈良市のを名乗る編を呼び当時の幕張城で合併を検討していた。この時の合併計画は幕張地域合併という言葉で呼ばれた。このことからももともとこの一帯を指した使われ方をされていたことがよくわかる。なお、旧千葉郡の西部を指して津田沼、奈良市のという言葉を使うが、両者とも明治時代の社会変動期に起源を持つ地名である。詳しくは奈良市の項目。 千葉郡を参照。名前に幕張とつく町域として、花見川区に幕張本郷、本郷と幕張町、町、三浜区に幕張西、大西がある。花見川区幕張地域は、この二町域で面積の大半を占める。他方、三浜区幕張地域は、幕張とつかない、町域名が多く、豊かさ、豊砂、三浜、中瀬、中瀬、中瀬 海苔養殖漁業に由来する、日びや、打たせ網漁に由来する瀬、打たせ、打たせなど、地理的要因や、埋め立て前の歴史に基づく命名も見られる。三浜区側でも、市街地の通称や、施設名などは、幕張とつくものが多い。古くから、幕張と呼ばれていた地域である。面積は、花見川区幕張本郷と幕張町で、計515ヘクタール。 竹市町を加えると、計624ヘクタール。このうち奈良市のしおりにある幕張本郷は、旧幕張町1丁目と2丁目の各一部が分かれて、1982年、昭和57年3月1日と1985年、昭和60年1月1日に住居表示変更で設定された。鉄道開通は早く、 JR 総武線の幕張駅は1894年、明治27年12月に開業。津田沼千葉間では最初の開業。1921年、大正10年7月には京成電鉄千葉線が開業し、両線はほぼ並行して、北西、奈良市のしおりから南東、花見川より方向に走っている。1981年、 昭和56年10月1日、JR、当時は国鉄総武線の幕張駅の奈良市のしよりに、幕張本郷駅が開業した。1991年、平成3年8月7日には、同じ敷地に、京成幕張本郷駅が開業、同じく京成幕張駅の奈良市のしよりに位置する。2014年1月現在、この4駅には普通列車、各駅停車のみが停車する。 1992年、平成4年4月1日に、千葉市が、政令指定都市になったことに伴い、この地域は、花見川区の一部となった。埋め立てにより、1980年、昭和55年までに順次拡大しながらできた地域である。幕張西1丁目から4丁目が1979年、昭和54年11月1日に、 幕張町一丁目から分かれて設定され、道後から六丁目、浜田、豊笠、三浜、中瀬、日比谷、若葉、歌瀬が1980年、昭和55年4月22日に設定された。駅名とどちらが古いか不明、資料不足だが、花見川区幕張地域と区別して、海浜幕張と呼ばれることがある模様。 1986年昭和61年3月3日に JR 当時は国鉄京葉線が部分開通し海浜幕張駅が開業した2008年7月現在同駅には通勤快速を除く快速列車と普通列車と特急の一部列車が停車同線はほぼ北西東京駅寄りから南東蘇間駅寄り方向に走っている 1992年4月1日に千葉市が政令指定都市になったことに伴い、この地域は三浜区の一部となった。幕張新都心は JR 京葉線の海浜幕張駅を中心に開発された地区。東関東自動車道の南西側、浜田側の南東側である。幕張新都心の三浜区中瀬、日比谷を所在地とする企業オフィスや、 公共施設は数多い。この新都心は東京に加えて新たに都心機能を担うといった意味合いである。中瀬には2丁目、京葉線の海浜側にワールドビジネスガーデン、WBG 地上35階、1丁目、内陸側に幕張テクノガーデン、MTG 地上24階という、いずれも高層オフィスビルがある。 中瀬2丁目の WBG の海浜ガーと、北西側には国際展示場など幕張メッセの施設が並ぶ。中瀬2丁目の南東となり、日比谷2丁目にはホテル群がある。中瀬1丁目には MTG 以外にセーインスツル SII 本社やシャープ、東京支社など IT 関連企業、小売業のイオン本社といった国内大企業のビルが立ち並ぶ。 中瀬一丁目の南東となり、日比谷一丁目には、大型シネコミやレストランを要する複合施設、メッセアミューズモール、小売業のカルフールの日本一号店となったカルフール、幕張、現在は、伊予幕張店がある。幕張海浜公園は、全体面積約71.9ヘクタールの広大な都市公園。三浜区日比谷、1.2丁目に位置する A、C ブロックは、 人形を中心に配した広場、彫刻と緑の遊歩道、花時計がある広い芝生、日本庭園など、多様なコンセプトを伺わせる。三浜区三浜に位置する D、海ブロックの東京湾岸は、人口海浜、幕張の浜、ただし遊泳や花火、バーベキューは、禁止で、海ブロックには、ゾゾマリンスタジアムがある。G ブロックは同じく、東京湾沿いの三浜区豊か綱に位置する。 幕張ベータウンは、三浜区宇多瀬に位置する住宅街。道庁域は、JR 京葉線、県立幕張海浜公園、東京湾、花見川に囲まれている。広大な都市公園のすぐそばだが、街中にも小さな公園がいくつも点在する。花見川沿いには、緑地帯がある。三浜区若葉は、文京地区だと言える。 幕張新都心開発より一足早く大学施設や学校が開設され始めた学園の町である。若葉一丁目と二丁目は東関東自動車道の北東側で浜田川と花見川の間、三丁目は南西側で日比谷一丁目と花見川の間。浜田川と奈良市の,市の間で大まかに言うと海浜側から豊かさ、浜田、幕張西となる。 幕張西について、千葉市公式サイトには、1丁目から4丁目について、昭和39年より49年にかけて、幕張町1丁目に編入された、こういう水面埋め立て地をもって、幕張西1から4丁目の住居表示を実施、s 5 4点1 1 1、町名設定にあたっては、幕張の西側に位置していること、及び住民投票による地域の希望により、 幕張西と伏した。と、また、五丁目と六丁目について、当地区は主に幕張の旧漁民に分譲れる一戸建て住宅地であり、将来は幕張西地区と一体的なものと考えられるので、幕張西5.6丁目と伏した。S55.422 と記されている。幕張という名前自体の発祥は、定かではない。一説には幕は売りの栽培に適しており、 それがゆえんというが、幕は売りが栽培された記録は残っていない。近世までは幕割、幕張、旧金遣いと表記し、幕割と呼んだ。千葉に多く見られる、頼朝伝説の一つとして、源の頼朝が幕張の地に立ち寄った、馬を乗り換えた、馬を加えたので、幕割になった、または天幕を張ったので、幕張になった、などという言い伝えも聞かれる。 12世紀後半、下宇佐国千葉郡武志里と呼ばれていた。領主は千葉常種の三男、武石三郎種盛んであった。その後、次第に開発が進められ、13世紀後半には約1500を数えるまでの集落に発達したようである。室町時代に、下宇佐国主後千葉万種の子、甲種が幕割城主、幕割城は、 現在の二宮神社付近と言われるとなり幕張氏と名乗る。1455年、千葉市で内紛が発生し、反主流派の名手となった幕張高種は老いである、千葉種直親子を滅ぼして、当主の座を奪い、千葉安種と名乗る。以後桜に移った高種の子孫が、千葉市の当主の地位を継いだ。大正期に編纂された、千葉郡幕張長子、アヒル文庫書像によれば、 中世ではスカ、またはソカスガと読みばれていた。小森神社の旧名もソカ天皇社といい、大スカ山、スカ源などの地名も見える。江戸時代には、江戸町奉行のより気地が置かれ、その関係で、教法20年、1735年に、青木根陽が、さつまいもの施策を行った場所として有名である。このため、天命の大飢金の際にが死者は皆無だったようだ。3年。 1846年に村人たちは彼の徳王山い金用神社を建設した。京成幕張駅の近くには金用神社や干所試作地記念碑がある。また、京成と JR 線をくぐるトンネルは金用水道と命名されている。また、江戸後期の大相撲で活躍した荒馬、大五郎、宮城矢場五郎、二代目宮城野の出身地であり、その墓が大塚山にある。 明治時代になると、千葉郡に編入され幕張、武市、長作、天童の各村の役場を統一して、幕張に行政を統一した、明治十一年。そして、同時期に、JR 及び、京成電鉄の幕張駅周辺、当時の京成電幕張駅は、JR 幕張駅南口から駅前通りにある、踏切付近に存在した。その後、この位置に移ったは、 東京近郊の海水浴場として賑わった。そのため、千葉市内にある駅としては、幕張駅は千葉駅に続いて設置され、総武線の中でも古い駅の一つになっている。沖合の埋め立てが始まるまでは、幕張駅から数分のところ、国道14号線あたり砂浜があり、その先に東京湾が広がっていた。そのため、昔は漁業も行われ、 のり養殖なども盛んであった。また、首都圏の需要を支える野菜の産地としても栄え、特に砂丘部分の畑で収穫される、幕張人参は味が良いことで、高い評価を得ていた。この先の海浜部分の埋め立てが始まったのは1960年代中頃からで、ある。全体が計画都市として設計され、団地や教育施設、公共施設などが、 計画的に配置された。また災害時の場合を考慮して道路が広く取られていることも特徴である。これたほぼ時を同じくして人参畑やサツマイモ畑が広がっていた花見川区の総武線沿線でも風景が変わり始め、ベッドタウン化が始まった。埋め立て地では1970年代から住民の入居が始まったものの、予定されていた鉄道の開業が遅れ、 1986年に、ようやく、千葉港、現、千葉港駅西船橋駅間で、京葉線が部分通した。その後、1989年には、東京モーターショーが晴海から、幕張メッセに移り、1993年には、地域のランドマークとなるホテルも改良し、新都心への飛躍を果たした。一方、JR 幕張駅周辺は、1980年代頃、 再開発計画が JR 海浜幕張駅周辺の都市計画と同時に持ち上がり幕張メッセへの総武線側の玄関としての構想 JR 幕張駅及び京成幕張駅を含む区域を商業ビルや居住地用ビルなどを建設し再開発する予定だったが練られ実際に一部自治体による土地買収も実施されたが駅周辺や 商店街の一部の商業者の賛同を得られず、計画は白紙撤回された。代わりに幕張本郷駅がその役目を担うことになった。花見川区幕張地域には JR 総武線と京成電鉄千葉線が、三浜区幕張地域には JR 京葉線が通る。前者の中心駅は JR 幕張本郷駅と京成幕張本郷駅、同じ敷地にある。 後者の中心駅は JR 海浜幕張駅である。ただ、京葉線が開業した後も東京駅での他線からの乗り継ぎの便が良くないこと、また、千葉県内の人口密集地が総武線側に集中していること、千葉運転免許センター、三浜区浜田への交通の便確保する目的もあって、幕張本郷駅と海浜幕張駅を結ぶ交通機関として、 京成バスによる連絡が日に100往復ほどされている。京成バスでは全長18メートルの連接バスを導入するなどして対応しているが輸送は限界に近く、運輸政策審議会の答申において新しい交通システムの新設が盛り込まれているが実現のめどは立っていない。幕張新都心の施設組は 海浜幕張駅から行くのが最も便利であるが、駅名から総武線の幕張駅が最寄り駅だと思い込み、間違って同駅で降りる人もいる。幕張駅北口から海浜幕張駅までは、千葉シーサイドバスが運行し、本数は少ないものの、約10分で両駅を結んでいる。所要時間の短さや低運賃から、さらなる定着と増発が期待される。なお、両駅は、 徒歩でも30分以内の距離である。ちなみに、幕張本郷海浜幕張館の形成バスの運賃は現金220円であるが、幕張海浜幕張館は170円と、幕張駅経由の方が低運賃で、海浜幕張駅にたりつけることもある。日本語西関東方言に属する幕張周辺の方言であるが、独特な方言語彙がいくつか存在する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。